このゲーム最終期の、あの要は決勝戦ミラーグのパーティー、これおい勘弁してくれよ。にゃっ、おい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 、どこ行ったの。いやー、まあ、いなくなりそうねえねえ、ほんとに待って、まだ勝ち筋折り合わせてない。ここからなんかある、ほんとに逆転する。はい、コメント来た通り、どうやら DQ1 パーティーのようです。確かに DQ1 だ全員、まさかのコンセプトあったよね。今までとはちょっと異彩を放つね感じですね。デスゴーゴンとかね、メタルハンターとか強キャラがあまり存在しない感じですね。ダンスドラゴンがね強キャラ感出てますから、ゴールドマンスターキメラ期待したいところですね。さあ始まりましたよ、このちょっとね今までと風紀が変わるよね、DQ1 パーティー。ダンスロゴも普通に強キャラですね。ただ HP の差がね、800の差をどう埋めていくか。これ重要となってくるんじゃないですか。なんか撃てる。そういうことか。なんとこのパーティーなんか普通に何か撃てるみたいですね。なるほど。ちゃんと必殺技対応してやがる、このパーティー。ちゃんとしてやがる。さあ、まず先手はやはりバトルマスター。どうしてもね、スターフレア、おっと、さすがにスターキメラ。スターフレアにスターキメラですからね。はい。もうスターキメラはさすがにね、光に強い部分はありますからね。ただ一番、大体スターキメラに行くのかな、これは。ゴールドマンもグラスドラゴンも強いのか、光に。ね。一応光は経験しております。さあ、ラッシュフェザー行った。ナイトインチは弱点だ。おう、キックジョン。強くない。なんで182、なんだ、そんなに出たのか。ラッシュフェザーでね、ナイトインチに182も出ますよ。火力面も上々ですね、これは。これ火力面も期待がかかっております。さあ、DQ1 のダースドラゴン。ね、多くの勇者を苦しめた、このアサルトクローの火力を見よ。なるほど、強い。結構強いぞ。なんだなんだ、強いぞ、こいつら。さあ、黄金の波動。このね、灼熱属性の技が、ドン。強くない。なんで、待って。火力面は上々です。こうしてみると。火力面がかなり高い。このモンマスパーティー火力面が非常に高くあります。火力面高えな。さあ、いやまだ分かんない。削りとしてはかなり重じゃ、かなり重じゃ、かなり重。え、なんでナイトリッチがひょいって避けた、ね、今見た、ナイトリッチがひょいって避けた。ナイトリッチね、避けるはずないんですけどね、ナイトリッチからね、足をヒュッて上げました。あいつ、どうなってんですか。あ、もう、いくらなんでもきつすぎる。ネビュラを撃つとか撃たないじゃなくって、スターキミラが何をしたって言うんでしょうかね。正直思うんですよ、私。スターキミラが何をしたって言うんでしょう。私は思います。スターキミラがね、なんか飛んでってからね、えらい目に遭いました。もう、スターキミラが何をしたって言うんですかね。はい。さあ、ここでね、一応指定のスペシャルカード、スーパーグランドエミラーをお送りします。スーパーグランドエミラーを、ドンして、終わり。これが悪夢。バシルラで飛ぼうがギガデインで格殺でした。ハイリュウもクソもね、もう何だったんですか、この試合は。見せ場こそ作ったのに。見せ場作ったのによ。はい、いよいよ出てきました。ね、久しぶりの登場となります。シールドヒッポのね、プラキンヒッポとなっております。こちらプラチナキングをマスターダムつけましてね、打撃がめちゃくちゃ硬くなってます。はい、もう大体わかりますよね、言いたいことは。プラキンヒッポでパーフェクトガードして全部押さえちゃえと、安直。もうプラキンヒッポですよ、ついに。いよいよですよ。まあ確かにね、なんか2ちゃんでね、プラキンヒッポはね、デンタリッチに対して効果てきめんということもよく聞きましたけど、ここまで来ると、ここまで来るとね、もうプラキンヒッポのやることなんてただ一つなんですよ。パーフェクトガード。ね、プラチナキングによりね、打撃体勢をグッと上げて、そのプラキンをね、マスターブスキャン、シールドヒッポがパーフェクトガードをすることで、打撃を大幅軽減すると。なんだったら避けると。
はい、要は全部受け止めるってことですよね。いや安直だけどそうだな。さあそしてね、この格闘パンサーとモモンジャが攻め立てるという、でもそういうこと。さあスクリュークローでまずね、開幕一発スクリュークロー、いいダメージが出ましたよこれね。どうしてもモモンジャと格闘パンサー打撃、あスタブリア食らうんだ。68はい、プラキンヒップこういうことです。はい、こういうことですね。プラチナキングのシールヒップはどういうことかって言いますと、まあこういうことですよ。はい、受け止め、すべての攻撃を超えて受け止めます。はい、2桁ダメージ最大。なんかどっかで見た、この合計。どっかで見ましたね、この合計ね。はい。さあ、そしてね、モモンジャたちがね、ダメージを普通に出していく。さあ、HP さんどんだけ埋めることができるか。さあ、暗黒ゾーンがどんぐらいだ ?83! どこでかね、見たぞ、この2桁の合計。2桁しか食らわない合計、なんかどこかで見ましたね、なんだったら。ここで外れる。ちょっと待ってくださいよ。はい、ちょっと待ってくださいよと。はい、もう何なんですか、これは。このヒーローヒッポを突破する手段がない限りは、このまま無双できるんですよね。確かに。比較的兄ちゃんでも有名でした、この戦法。その戦法を今、僕は、希望されてやっている。さあ、モモジャストライクたちでね、できる限り回心をしていく、そういうことですね。回心がよく出るんだ。これ逆転補正というやつだな。これ逆転補正か。さあ、HP が、もう追いつきます !HP がもう追いつこうとしております。さあ、しかしこのシールドヒッポには穴があって、SP を使ったターンがかなり重要になってくるんですよ。あ !SP を使ったターンがどうしても、突破したらそうですね。闇に飲まり込まれる、麻痺する、会心とは。ダメだ。いや、まだわかんない。ダメだと思ったけど、いや、まだわかんない、捨てるな。勝負は捨てちゃいけないんだよ。指定されてないんだよな、スペシャルカード。指定されていないので、賢者の意思でやり過ごすことにしました。指定はされてなかったんですよ。しかしこのターンをね、なんとか耐えることしかないんで、そう、普通に考えればギガデインが降ってくる中で、賢者の意思がね、最も安定卓なんじゃないでしょうか。おっと、あ、やってない？これは、おっと、なんとか返せるか。獣チームなんとか返してくれ。さあここからも、てまあ、かなりの回復、こうしてみるとかなりなんか回心出してるなという印象が、なんかすげえ出してんじゃんお前ら。さあしかしここでね、穴がありまして、なんとパーフェクトガード選びませんでした。つまりどういうことか分かりますね。スペシャルカードを使ったターン穴があるってこういうことなんですよ。パーフェクトガードを選ばないんですよ。つまりどういうことかというと、ここで守らなかったせいで仲間が巻き込まれて終わるってやつですね。会心の刺激めっちゃ出ましたね。3本からチームが来ました。もう剣がね、もう真の時もうみんなガチだな。3本ですらガチになりました。もう真の3本ですらガチです。もうこれこうしてみるとね。はい。3本のチームとなりましたが、相方がびっくりしましたよ。大技術と切り裂きベロ。つまりこちら、ミラクルスタンプの一発芸ということでね。はい。これが何を意味するかと言いますと、どちらもね、要は、魔人身ですよね。さあ、3本から来たチームね。まあ、確かに、デンタリッチっていうのは、打撃耐性が高くて HP も高いと。それを突破するにはどうするかと言いますと、先ほどのように賢者でね、ゴリ押しとか、もう一つね、確かにこの手段がありました。会心でゴリ押すというのがあります。はい。会心を出してしまえば、勇気も溜まる。ね、相手に対しても無効。ね、ダメージも大きい。つまりそういうことですね。はい。無限の勝ち筋であるね、会心を打つということになっております。さあ、ウルトラスタンプね。もうついにウルトラスタンプですよ。はい、そういうことです。なんでそうなる？なんでそうなる？
さすがサンボのチーム、まず開幕から大きくやってくれましたね。もうパワフルなウルトラサンボですよ、これがね。はい。さあ、スターフレアで、しかしね、切り裂きピエロがね、スターフレアに比較的ちょっと弱めということで、やはり狙われますね。で、切り裂きピエロ回避率は 8% ぐらいなので、あまり期待できないっていう回避率ですね。はい。だ向こうの攻撃は大体切り裂きピエロに集中するっていう感じがあります。はい、切り裂きピエロです。やっぱり切り裂きピエロです。ピエロがどうしても、ね、打撃に弱めなんで、このチームの弱点というのは、おーっと、大きく避ける大きい土が避けました。大きい土はね、結構耐性あるんで。まあ、ここで安定のね、塩ちゃんとしては安定。塩ちゃんなのにね、塩ちゃんチームなのにね、甘かけを使います、なんと。いつだにね、僕が塩ちゃんをボコした時に甘かけを使ったのがね、恨みでしょうかね。はい。はい。そういうこと強くないかちょっと待ってくださいよ、このターンに2回返し出る。一か八か一発ゲー。成功するのか一発ゲー。はい一ターンに3回会心出すやつがあるか。ねえ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 。一ターンに3回会心出したんだよ、このパーティー。ねえ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 。さすがもまた面白いですね。一ターンにね、3回会心出しております、このパーティー。頭おかしいんじゃないかと思っております、私。頭おかしいでしょ、このチーム。もうこの一ターンに1800削ってますよ、相手のパーティー、相手の HP を。一ターンで1800削っております。ちょっとね、何やってるか、何なのかわかんないです。ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、僕も。一ターンでね、1800与えております、なんと。さあ、最小級、ファイナルブロー。キラーピアスでね、2回行動が可能になっております。これは2回行動してるかな？してるね。してるのか？強力だなぁ！ファイナルブローの2回攻撃がでかいぞ。さあ、このファイナルブロー2回、キラーピアスの攻撃が2回攻撃。さあ、どんどん削っていく。相手チップをどんどん削っていく。さあ、ここからね、向こうが返せるかというとかなり厳しくなってきました。この切り裂きピエロの体勢の穴が、ちょっとあるかな。さあ、向こうの安定卓、スターフレア。確かに一発で勝つためには確かに。なんと鮮やかな剣技を選んでいます。こいつはバカです。この切り裂きピエロ、バカです。この切り裂きピエロはちょっとバカなのではないでしょうか。いや、しかしここに2回行動。しかし2回行動。なんとか取り返す。ここでなんとか取り返そうと、鮮やかな剣技を2回打つというね。いいんだよ、スパークゲイザーラッシュしなくても。さあ、ここで、溜める！なんとここで溜めます。こいつはバカです。ここでバカです。こいつはバカです。キラーピアスで攻めるとき、何をしてるんだ、君は君は何をしてるんだい。いや、いいんだよ、テンション2回も上げなくて。テンション2回も上げなくていいんだよ。何してんだよ、お前ら。お前ら何してんだ。おう、でもあるか、まだ。ね、デンタリチームを追い詰めております。非常に追い詰めた形となっております。さあ、まだわからない。さあ、ポチッとな。おはぎやめて。みんなおはぎばっかり言ってんだよ。さあ、このターンで決着がつくと言っても過言ではないんじゃないですか。この貯める、一品チーム貯めております。つまりこの一旦この甘かけるで終わるか。貯めた後の甘かける、この火力に震えろ。317、これ会心で、会心出れば勝ちか。これ会心さえ出れば勝ちです。さあ、一発ゲー。ダメだ、誰か動くか。あ、え、あ、決まったか。一かわしか。ギロチンが狙いを定めて落ちてくる。はい、全部回心。さすが三宝。